おはようございます。こんばんは。バディオです。さあ、今日もウォーロボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。新バトルロワイヤル、私も参加をしてきました。ガチ側で、頭の21時からね、最後の23時49分まで、全14試合かな。全部ガチ側で出てきましたけれど。まあね、途中ね、ZF からね、ちょっとお誘いを受けて、分隊にちょっと混ぜていただきましたね。それ以外はもうほとんどノラで、まあ一言で言うと、ノラでガチ勢側はね、ちょっとね、試合が成り立ってないなっていう感じでしたね。なかなか難しいんだと思います。ほぼほぼノラ戦なの。ほぼほぼノラ戦なのね。まあ、だからマッチ時間から30秒以上経ってほぼほぼ野良戦で、でやっぱりね、味方、私もシーズントロ高いので味方苗抜けしてる、抜けがまあ出てたりとか、まあ相手がねフル分隊で、マッチ、いわゆるそのバトルロワイヤル参加者とマッチしてもね、味方側が、ね、野良でやっぱちょっと苦しい戦いになったりとかね、そういう感じで、まあ、なかなか野良側だとねちょっと試合が成立しないなという感じをちょっと受けています。一方でね、ZF から誘われて分隊戦を組んだ時にね、なかなか面白かったですよ。相手もフル分隊だったしね、ちょっとねもう極めてガチ勢に当たったので勝てなかった試合結構ありましたけれど、まあね、もうすでに新しい僕はミュートね、あれにもう多分フルカンストしてるんだと思います。 EMP と目つぶし、あれまとめて食らってさ、もう11秒間なすすべなしなので、あれ持ってるか持ってないかで全然違うのと、まあその他ね、オフヒョンのもうシールドブレード、シルブレ対策とかさ、しっかりされてるようなところはねやっぱり強いですね。まあZF も、みんなガチ勢ではないので、なかなか期待も揃ってないので、まあ、なかなかちょっと勝ちにくかったところはありますけれど、とはいえね、今日一戦見ていくのは、その ZF から誘われた一戦なんですが、ZF と、オーカーの試合ですね。長広さんだったり USN バンツァーさんがちょっと混ざっているオーカーと ZF の一戦、ちょっと私はよそもんでしたけれど、まあそれに参加させていただいたので、まあ、それ一戦ちょっと見せて、見ていこうかなと思ってます。ZF のさ、昔からこうやられてる方々も言ってたけれど、オーカーもね最近すごくこう元気を取り戻してきて、こういう戦い、こう熱い戦いができるのは楽しいねみたいなね、そういうコメントをしていました。で私もね全くその通りで、一時期に比べてさ、オーカーもねかなりこう活発になってきてるので、まあ、いいことだよねっていう感じを受けています。まあ、ちょっとね試合はね勝ち負けありますけれど、まあ、そこはちょっと置いといてね、その往年のね、S クランって言われているそのさ、いいのクラン同士がこう戦ってるこうシーンっていうのを、まあ、堪能していただければと思いますね。ちょっと胸熱だったんで、それをちょっとね今日一戦ご紹介していこうかなと思ってます。まあね、バトルロワイヤルね、ガチ勢側に野良で参加するのはね難しいので、ぜひともねガチで出たい人は、ね、やっぱりね分隊をちょっと組んだ方がいいと思いますね。取りでもねなかなかね厳しいと思いますんで、本当にね声かけてねフルを組まないとガチ勢側はね楽しめないかもしれない、そんな気がしています。そうじゃない人はちょっと編成のねレベル落として、ゆる分隊側を戦った方が面白いのかもしれないね。そうするとさ、ガチ勢がもう圧倒的に少なくなっちゃうので、なかなかちょっとこの企画がどうかなっていう感じにもなりかねないんだけれど、まあ、なのでガチ勢側が盛り上がってほしいですよ、やっぱりというのが思っていますね。なんでちょっとね次、イベントはねガチ勢側はなるべくこうちょっと誘い合って、分隊を組んで参加していただいた方が良さげな感じをちょっと受けましたということです。それじゃあね ZF と、VS、オーカのね大根の戦いが再現された一試合見ていきたいと思います。それではいきます。よろしくどうぞ。さあバトルモードは支配だ。マップはデッドシティを引きました。いやー初手はオフヒョン出てたいと思ってます。いやね野良で、バトルは参加してたんですけれど、
野良だとねなかなかねちょっと戦いにくいですよ。野良対こうフル分隊とかさ、もう普通の野良マッチになったりとかで、途中でね絶対フタ当たって絶対フの人たちに拾われて今分隊を戦って、おおカット当たってますね。よし、そして貴様は俺のエジキ、あ、じゃ弾切れていく。いやー、オーカと ZF の戦いか。俺もうよそもんだからさ、まあちょっと後ろでこっそりやっていこうか。こっそりた。あんまりこう前面に出てもしょうがないんで、後ろでこっそりといくか、こっそりた。そしてシールドブレーカーをかけながらダゴンを落としていくか。いやでもね、オーカ最近すごく元気になってきたんでいいことだよね。あのやっぱりさ、デスクランはさ、やっぱりこうウォール・オブッツをこう引っ張っていってほしいよね。いやどうしたどうした、ちょっとなんか一方的になってるか。でもオーカもうちょっとあれなんだな、きっとあの機体とかがそんなにこうフル装備じゃないって感じなんだ。まあ、あの ZF もさ、あのみんなフル装備じゃないんで、まあ、そこそこ強いのは強い機体持ってるけどフル装備ではないんで、見ての通りさ、ケプリとかはちょっとさすがに使ってねえからな。これはちょっとね、機体差とかがあるのかもしれないですけど、それでもね、オーカーと ZF の戦いなんですよ。なかなかこう胸熱ですよ。怖い、わかんねえだろうな。そんな無謀なことはしないので、ね、あそこのコアを俺が潰していくか。よいしょ、ちょっと一方的に押し気味の試合になっちゃったな。それでもね、オーカーは諦めてこないと思って、ナイスな試合を最後までやりたいかな。私は後ろの方でこっそりとやっていくこっそりとやっていくだけ。よしよしよし、そこは俺が守りたいけど足が止まっていく。でもあーちょっと戦いだね。でもあれだ、見えてちゃった。いやよし、そしてあ押し出してくれて、なんか飛んできた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 。そして俺は逃げていくだ。よし、そして君の頭上から頭突いていきたいけど硬いな、やっぱりグッグは。でもね、下がっていけばそれでもないので、音響はねこの距離だとほとんど当たんないからね。いやちょっとルークじゃない方にタゲつけたかった。あー、なんで違う方に行っちゃうかな。まあね、ZFのみんなはさ、前上がる人たちが大好きな人たちが多いので、こういうところはさ、こうやってこっそりこっそり野郎のあれだよね。独断場だよね。そして俺はずっと下がって無理しはって死んだよ。飛んでこい飛んでこい飛んでは来ない、さすがだね。さすがだね。でもちょっと期待差がありすぎて、ちょっとあれだな、やっぱり。多分ね、おちょこち持ってる人そんなにいないんじゃないかな。見てる感じそんな感じだよね。そしてそこはやってる。いや、ドスコイしてもほら当たる。いやあ、やだやだ。あれしちゃったね。タイタンスレイヤーをいただく。そして終わっていく。まあちょっと一方的な試合になっちゃいましたけど、まあでもね、オーカと ZF、本当にね、昔だったらね、もうガチンコ勝負って言ったら本当に熱いバトルだったと思うんですけれど、6キル0ビーコ、もう本当に後ろでコソコソしてたらこっそり野郎だったからね、あんまりリザルト良くなかったですけどね。敵も味方もね、ナイスな試合でした。本当にね、オーカの皆さんありがとうございます。そしてね、誘ってくれた ZF の皆さんもありがとうございました。ということで、よそもんは私だけだったね。ということでね、バトロワイヤーは、今回のね、新しいバトロは、なかなかね、ノラだと、ちょっと、
試合が成り立たないことが多くてね、いまいちでしたけれど、本当にね絶対風に、拾っていただいて、ちょっと少しだけね楽しい思いすることができましたね。ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと励みになります。それじゃねー、またねー、じゃねー。